大きく開くランチバッグの作り方です。このように四角く大きく開きます。大きめの 12×20cm のお弁当もすっぽり入るサイズです。サイズは横が 20cm、 縦が 17cm、 奥行きが 12cm です。以前に作ったこのテントポーチが作れる方ならこちらは大丈夫です。使っている布は外がオックスで、裏は手芸用の保温生地を使いました。普通の生地やキルティングでも良いかと思います。保温生地は薄くて結構縫いやすいのでおすすめです。材料はこちらです。こちらが表布の上の生地、表布、裏生地、紐、ファスナー、タブです。はじめにファスナーにタブをつけます。ファスナーを28センチでカットします。タブを縦長に置いて内側に上下を1センチ折ってアイロンをかけます。このようにアイロンをかけて中表に合わせます。両端を5ミリの縫い代で縫います。表に返してファスナーの端にかぶせます。このようにかぶせてここにミシンをかけます。紐をこのような形に縫いたいときは端から5センチに印をつけて半分に折って真ん中を縫います。表布には接着芯を貼って作るとしっかりします。表布の真ん中10センチを開けて紐を仮縫いします。このようにくぼんだ方を上にして端から5ミリくらいで縫い付けます。このように両方つけました。上の細い布を中表に重ねて1センチの縫い代で縫います。開いて縫い代を下に落として表布の下の方に端ミシンをかけます。両方とも同じように縫いました。端から8センチに印をつけます。ファスナーを裏返してこの左側の端とファスナーの留め具の位置を合わせて上を5ミリくらい開けて留めます。右から8センチのところの印のところにファスナーにも印を両方つけておきます。ここから印まで端ミシンをかけます。縫い始めはこの留め具のところから返し縫いをして縫います。右側のファスナーの端を5センチぐらい下げて待ち針で留めておきます。裏布を重ねます。端を揃えて真ん中を先に留めます。こちらはファスナーを下ろしている部分です。ここも留めます。こちらはファスナーの端を折り上げて留めます。上にこのように折って一緒に留めておきます。端から端まで縫います。縫うときは
さっき縫った縫い目の下を通るように縫います。だいたい端から 7-8mm のところを縫い始めます。このファスナーを下げている部分を押さえてそのまま縫い進めます。縫い目の下を縫っていきます。端はファスナーの端を折り上げて最後まで縫います。さっきちょっと上の布が長かったので、こういう時は切り揃えておきます。反対側も端から8センチずつ印をつけておきます。さっき縫った反対側のファスナーを重ねます。印と左側の印を合わせて5ミリぐらい下に留めます。ファスナーは開けておいて、右側の印と留め具を合わせて5ミリぐらい下にこちらも留めます。印から印まで端ミシンをかけます。反対側の裏布の端を重ねて真ん中を先に留めます。このタブのある方はさっきと同じように5センチくらい下げてピンで留めておきます。このワンタッチしつけピンを使うと手に刺さらないので便利です。こちらの端は折り上げて留めます。縫い目が見えるこの表布の方からミシンをかけます。こちらも布端から8ミリぐらいのところを縫って縫い目の下を端まで縫います。このように両方とも縫えました。ここのタブのついた方が綺麗にファスナーが出ているかチェックします。さっき縫った縫い代を指で割って切り替えを合わせて留めます。このように両端を留めました。裏布の方に9センチの返し口の印をつけます。下はちょっとまちを作るので上の方に9センチの印をつけます。この9センチを開けて両サイドを1センチの縫い代で縫います。タブのついている方は縫わないように内側に入れておきます。反対側は端から端まで1センチ縫いました。そこにまちを作ります。そこを三角にして縫い代を割ります。真ん中から6センチずつ12センチの線を引いて縫います。4つの角を同じように12センチのまちで縫いました。縫い代を1センチぐらい残して切り取ります。返し口から表に返します。このように表が返ったら返し口から手を入れて、ここの裏がきれいに縫い代を開くようにして内側に折ります。ここをきれいに折っておかないと上の端ミシンをかけるときに片方に折ってしまうと分厚くなるので、返し口を縫う前にこのように留めておきます。空いてる返し口を1センチ内側に折り込んで端ミシンをかけます。
上端を整えてクリップで留めます。上端に一周端ミシンをかけます。ファスナーのない端の方から縫っていきます。このように縫えました。次に縦に端ミシンをかけます。真ん中から6センチの線と底の角を結んだ線を折ります。ここに端ミシンをかけます。裏側を沿わせて一緒に端ミシンをかけます。止めて底の方から縫います。これが端ミシンが短すぎると裏布が縫えないので、ここは5ミリぐらいの端ミシンをかけます。このように4箇所とも縫いました。次に蛇腹になるように内側も縫います。この真ん中の線で折って上から6センチぐらい、5ミリぐらいの端ミシンをかけます。裏返して表布と一緒に6センチ縫います。上端は縫いにくいので下の方から縫います。縫えるところまで縫って返し縫いをします。この返し縫いのミシン目があって少し縫いにくいですが、返し縫いのミシン目から5ミリぐらいのところを上に向かって縫います。持ってに返します。アイロンミトンなどを使ってアイロンを当てます。これで出来上がりです。